九条サラ様、当主様からの命により何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。いや、料理の時間だよ。姿を見せよ、オース。内戦仕掛けるぞ。炭になるがいい。先に引くぞ。手合わせ願いたい。ルオパーヒヨ溶断断罪の名に。はっ、死ね。よっ、はっ、師匠の技を喰らいなさい。ふっ、はっ、行くぞ。これがカイザンを滅ぼした力だ。雷戦はっ、やっ、仕掛けるぞ。行くぞ。逆に三日月に叩く。まだ分からん。はっ、正々堂々勝負せよ。岩の重さは安心できます。やっ、えっ、やっ、やっ、拙者負けた。やめろ、サラ。当主様、聞きたいことがある。遺失した情勢では、あれらがすべてあなたの直々に書いたものであり、偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教え、あっさり認め、メガリレーの昔か多国籍、これほどあなたは裏切る。あのファドゥ稲妻の国土になぜ我々には天下無双の雷電手。では、私が九条家に引き取られて以来、今思えば先ほど言った私欲、言いたくなかったんだけど、苦情メガリレーがほ、しかしけれど今になって、したがってそれを正すとしましょう。少なくとも余計なことを考え、生きたければ将軍様は今天守閣でスネ稲妻の背後で離島を離れたと。スネージナヤの施設、九条サラが行っちゃったぞ。天守閣、そうだ、オイラたちも行って